はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。今日はこの実験計画と分散分析の話と効率良い計画とデータ解析のコツというタイトルの本をご紹介したいと思います。で、この本はですね、ちょっと日頃紹介しているビジネス書とは経路が違っていて、私が日頃、仕事で、実験をしたりとかですね、またその実験結果を解析したりしているんですけれども、その中でですね、どのように実験結果を組んだら効率よく、自分が必要としているデータであったり傾向が、見れるのかということを、考えてまして、それで読んだ本になります。で、ですね、ページ数は200ページぐらいですかね。です。で、章立てをまず簡単にご紹介したいと思いますが、ごめんなさい、これちょっと章で説明すると分かりにくいので、ざっくり、どういった内容かっていうのを最初にご紹介すると、まず最初にですね、ある因子と水準っていう、言葉があるんですけども、例えば、温度が高い低いっていうものと、速度が速い遅いっていうものが2つずつあるような、実験計画を組もうと思うと、因子が2つ、つまり速度と温度で、レベル、水準が、速い遅いと高い低いと、そういう、実験計画になるんですけれども、まず因子が2つのものと、まず因子が1つのものですね。1つのものの場合にこういう解析をします。で、それが2つ、3つ、4つになるとどういう、解析の方法になりますか。で、その後に、実はその因子が1つ、2つ、3つ、4つと増えていって、また水準が、その中でもさらに増えていくと、どんどん実験結果が膨大になってしまうので、その中でどのようにすると、その次元が1つ減らせるか、実験計画が、半分以下に減らせるかっていう、実験結果の数ですね、減らせるかっていうことについて説明をしています。で、あとはですね、その後に、今例えば温度が高い低い、速度が速い遅いというふうに説明したんですけれども、じゃあ温度が、高くて速度が速い場合と、温度が低くて速度が低い、遅い場合に、それぞれに特異的な、相互作用がある場合には、その実験データをどういうふうに解析したらいいのか、またその、実験自体に隠れている、もうどうしようも避けられない、実験の誤差っていうものがある場合にはどのように処理をすればいいかと、今言ったような内容でですね、構成されてます。で、正直言うとですね、今私が悩んでいた、データの解析方法には、この本を読み終えた後だと、測定自体のばらつきとかですね、その測定データ自体の精度のいい取ってき方みたいなものを考慮しないと、ちょっと目的が達成されないような、気がしたので、この本だけでその自分の目的を達成することはできなかったんですけれども、ただですね、やっぱり、そもそも、こういった考え方について、概念としてすら理解してない状態の人もいるなということを感じましたし、自分もですね、例えば、要素が3つあって水準が、2つあるような、2×2×2 で、8個のマトリックスを組んで実験をするような場合でも、馬鹿正直にですね、8個マトリックスを組んで、実験することが多かったんですけれども、やるようによってはそれが4つに減らせるとかですね、そういった意味で非常に有用な、アプローチと、理解だったかなというふうに思います。で、この本読んで、改めて感じたんですけども、やっぱり、普段ですね、研究者とか開発者は実験をしてそのデータの解析をすると思いますが、やっぱりですね、その自分が取り扱っているデータが、どれぐらいの信頼性のデータなのか、つまりそれは、ちゃんと測定が信頼できる状態であって、また実験誤差がどれぐらいの測定をしているのかっていうことを、日頃からやっぱり強く意識しないといけないなということは強く感じました。あとあれですね、材料 その測定している材料自体もですね、ばらついてますので、まず材料がどの程度ばらついていて、測定自体がどの程度ばらついているのか、で、また、それ以外の要素である程度のばらつきが自然発生的に出てきますので、それらを総合してばらつきがあると。で、その上で、出てきたアウトプットを、適切に解析して、必要なデータ数を必要な条件をもとに集めてくると。で、その上で解析をするということが本当に大事だなということを、痛感しました。なので、この本に限らずですね、やっぱり、最低限研究開発をやってる人間は、この統計とかですね、分散分析とか統計学とか、あとは測定機器の、測定精度とかですね、そういったものも、どうすれば高められるかっていうところも含めてですね、ちゃんと理解しておかないといけないなということを、強く感じました。はい。
ちょっとまあ久しぶりに、まあ仕事に関係する内容というかそういう内容なんですが、まあ参考になればいいかなと思います。はい、今日は以上です。